第2試合、タグマチ20分一本勝負を行います。レフェリー、神林大輔。待て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 。おい、偉大な団体から来た偉大なお前たち、え、なんだそのふざけた格好は。なんだよお前ら、気持ち悪いんだよ。まあいい、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 お前が言うな、お前が、まあいい。お前らが俺たちに歯向かってくるって言うんだったら、お前たちの好きなスタイル、そう、お前たちの好きな得意なルールで俺たちは挑んでやってもいいと思ってる。そう、そう、お前らの土俵に上がってやるって言ってんだよ。いいか、ということだな。時間無制限、 KO、 ギブアップ、そしてスリーカウント、ロペステップあり、反則裁定なし、反則裁定なしでやってやろうって言ってんだよ。いいか、そのルールの名は、そのルールの名は植木レスリング藤田ルール。植木レスリング藤田ルールで挑んでやるわ。挑んでやるわ。よし、やるな、やったな。お前らいいか、やって、やってやるか、おい。いいか、違う違う違う、植木レスリング藤田ルールだ。
訳すな。いいよ、やったぞ。一つだけ質問よろしいでしょうか。反則カウントなし、場外カウントは、場外カウントはなし。なし。ではレフリーと青コーナー組が承認いたしましたので、この試合は反則カウントなし、場外カウントなし、ロープエスケープあり、勝敗は KO ギブアップ、スリーカウントコール、レフリーストップにて決する完全決着ルール、植木レスリング藤田ルールに変更いたします。それではただいまより第2試合、植木レスリング藤田ルールタッグマッチ時間無制限一本勝負を行います。ボディチェックなし。オーケー。まあ何も隠してねえだろうな。やったぞ。あれもあり。
あれもありだ。
この先進まねえぞ。リーチ選手の指示に従ってください。頼む。時間無制限だからな。おい、まあい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 い、なんでもうこんな茶番終わりにしようか。おい、お願いします。おい、最初の犠牲者はどっちだ。おい、もう見習いの方、見習いの鬼、お前らでいいな。見習いだ、見習い、お前、大将だな、大将、大将、おい、見習いの鬼、大将、見習いの鬼、押さえて、押さえて、押さえて、いらねえから、大将、俺がいい、いらないから、どっちなんだよ、いい、あーもういい、お前らどっちでもいい、誰でもいいから、撃て、あー死ねー。